こうなるはずではなかった。信長様を信じ戦い抜けば、そこに戦なき地平があると。だからこそ苛烈な戦を戦ってきた。しかし、ここに何のために来た？何のため？信長に従う気ならここにはおらぬはず。お前は俺に何を決めてもらいたがっている？何を？お前が踏みにじってきた一切の事物がお前になせと言っている。何を？お前が真に望むこと。それはどうということはない。手が血潮に濡れるだけだ。上等。敵は本能寺にあり。手取川にて上杉を破った信長は西の毛利に目を向けた。毛利攻略には羽柴秀吉が当たっていたが、攻めあぐねていた。そこで自ら毛利を討つべく居城安土城を立ち、西を目指した。途上京本能寺によるしかし、明智光秀の謀反に遭い、本能寺は大軍に囲まれてしまう。絶体絶命の窮地。命に代えても信長の退路を切り開く。それが蘭丸の唯一の使命。蘭丸は修羅になる覚悟を決め、刀を取った。蘭は戦います。光秀様、あなたが相手でも。第5話、本能寺の変。蘭、七に入ります。修羅ぶりよ。お見事。
様がいなくて寂しいか、心の騎手ら。とどまれな、光秀。意志を貫け。討ち死に。今度にも火の。寒くもないのにもう燃えます。おらん、道は閉ざされた。絶望的な数の敵の攻撃、光秀を撃ち抜けるほか。まあ切りましょう。光秀様、修羅ゆえに敗北。総理条件変更。お見事、ゴリラン丸、この地にて修羅となる。ランを救う、ランを修羅から取り戻すのじゃ。
가방 나라가 스케이터를 이용했어. 짱! 정치대 마이르즈. 오미고도! 오야쿠메 가나라즈 하타시마 미와쿠노. 進め！光秀、信長を倒した先に何を見る？笑われるがいい。あなたと共に歩めなくなった私を。無価値。信長は共に歩む者など細む。信長を超え無限に駆けゆ。見えましたよ。私の不名誉、辛い思いをさせてしまいましたね。私を引き終わりになさい。ラッキー。行けオラン、ウヌにはまだし残したことがある。信長様、信長を超え無限に駆けゆ。はっ、乱世の子乱が切り捨てます。これは、わらわに代わり、ランを守るのじゃ。約束ですから。